日米中世三角形論とは、日本、中国、アメリカが遠距離、つまり、正三角形の関係を築くべきとする考え方である。日本は現在、アメリカと安全保障条約を結んでおり、同盟関係にあるので事実上のアメリカより、中国離れの考えである。長きにわたって続いた自由民主党政権下では、外交政策が、台米一辺党との批判が強かった。 その中で自民党の中で新中派の加藤光一が日米中政三角形論を提唱した。2009年の第45回衆議院議員総選挙で対象し政権交代を実現した民主党鳩山幸男内閣は同選挙のマニフェストに掲げていたアジア外交強化、緊密対等な日米関係を目指した。51 緊密で対等な日米関係を築く52、東アジア共同体の構築を目指し、アジア外交を強化する出展、民主党の政権政策マニフェスト2009-2009年7月27日、発行オバマ米大統領と、鳩山幸男の会談ニューヨークタイムズは2009年8月27日付で、鳩山幸男の論文、日本の新しい道を掲載した。この論文が反米。 東アジア重視、反市上主義であると、欧米から反発を受けたことに対し、鳩山幸男は、反米的でないことは論文を見ればわかると発言した。このようなことがあったが、鳩山、小浜両者は2009年9月の日米初会談で、バラク、幸男と、ファーストネームで呼び合うほど親密である中であった。東京で会談する日米首脳2009年11月13日、 鳩山首相は東京でアメリカ大統領バラク・オバマと日米首脳会談を行った。そこでは在日米軍基地について話し合われ、鳩山首相はオバマに対しトラストミーと発言したが、翌日首相は同行した記者団に対し、日米合意が前提でないと前日の日米合意を無効にしたとも取れる発言を行った。このことで、 オバマ大統領との対立が表面化した。2009年12月に開かれた第15回、気候変動枠組条約定約国会議では、オバマ大統領との公式会談は実現されなかった。こうして、日米関係が冷え込む中、2009年12月10日から13日、民主党、小沢一郎幹事長は、小沢法中団を率いて、北京を訪問した際、古今藤総書記らに、 正三角形論を伝えたとされる。2010年4月13日、鳩山首相はワシントンで開かれた第1回核安全保障サミットに参加した。オバマ大統領は9カ国の首脳と公式会談を行ったが、日本とは夕食会席上で10分の非公式会談を行った。そこでオバマ大統領は、 昨年11月の日米首脳会談でトラストミーと言ったが何も進んでない。きちんと最後まで実現できるのかと強い疑念を表明した。ワシントンポストは4月14日付で鳩山首相を最大の敗者、不運で愚かと告評した。このように鳩山幸男内閣は沖縄のアメリカ軍基地である。 普天間基地県外移設を目指したが、移設先がなかなか決まらず、アメリカに対し不信感を募らせ、日米関係が悪化していった。5月4日、鳩山首相は、学べば学ぶほど海兵隊の抑止力が分かったと記者団に述べ、最低でも県外移設という約束を守るのが困難であることが明らかとなった。これも一つの要因となり、2010年6月、鳩山内閣は、 総辞職に追い込まれた。アメリカのジェフリー・ベーダー国家安全保障会議アジア上級部長は話している人が権限を与えられているのかどうか、翌日に無効にされないかどうかといった点が複雑で混乱させる状況だったと鳩山幸男内閣を表した。詳細は普天間基地移設問題2009年の政権交代を参照時期総理大臣に菅直人が就任した。 生産角形論を進めた、鳩山内閣と違い、菅直人内閣は悪化した、日米関係を修復しようとした。3外交、安全保障民主党の政権政策マニフェスト2010から、中国、アメリカに関するものを抜粋。菅内閣が発足してから約3ヶ月後の9月7日、尖閣諸島沖で、中国漁船が日本漁船に故意に衝突したとされる事件が起きた。 日本の安全保障ついて見直され日米同盟の重要性が再確認された。詳細は尖閣諸島中国漁船衝突事件を参照事件の対応に追われる中、菅直人と小沢一郎が立候補を表明していた民主党代表選挙が9月14日に迫っていた。賛成派の小沢一郎は日韓、日中関係は日米関係について大事な関係へと、 正三角形論を封印した。両氏は日米関係について、菅直人は現実主義に立脚した外交を展開する。日米関係の進化に努める小沢一郎は同盟関係は従属関係ではなく、対等のパートナーと主張した。代表選では菅直人が勝利した。自民党の小泉純一郎、元首相は2010年12月4日。 横浜市で開かれた国際安全保障学会2010年次大会で正三角形はありえないとした上で台米関係の安定なくして中国との良好な関係など気づけない尖閣諸島の件で鳩山さんも菅さんも日米中の正三角形論がいかにおかしいか分かったのではないか台米一辺倒との批判が語られなくなっただけでも政権交代の意義はあると演説した 賛成する政治家反対する政治家2010年7月4日、両国国技館で開かれた証券会社主催のセミナーにて、小沢一郎民主党前幹事長らが説く日米中世三角形論を極めて危険だと指摘し、中国、韓国、ロシアと領土問題がある国とどうやって同盟関係を結べるのか、鳩山幸夫前首相も学べば学ぶにつけ、 ようやく日米関係の重要性が分かってきた。菅ラオト首相が日米基軸と言っても対米一辺倒と言わなくなった。マスコミや評論家もだんだん冷静になっている。政権交代してよかった、と述べた。ありがとうございます。